はいどうも。今回はスタンダード、ノーラムナプレットを使います。ラムナプの遺跡あったところには普通に山を入れました。イクサランの総国からは、メインに強心的戦闘車を4枚投入。1マナの割に能力多くて器用に立ち回れます。ソンコンマ同シールとバットリみたいにも使えますね。他には、サイドに強調艦隊の向こう水と基盤の揺るぎを使ってます。向こう水は、一押しとかショック使うようなデッキ相手に入れます。1マナ呪文フラッシュバックして除去できれば、アドとテンポを取れますね。ただ、スタンダとあまりそういう機会なさそうなので、1枚だけにしました。基盤の揺るぎはトークン対策。これも含めて重めのカードをサイドから積んで、コントロールチックに戦います。それで破対戦の方に行ってみましょう。後手、1マナいっぱいの手札をキープ。相手白黒ファストセットでエンド。山置いて、ソンコンマ同士召喚。致命的な一押しで対応されました。白母軍団の盲信者、2マナ11、戦場に出て1ライフ払って1ドロー。チユスリの剣羅召喚、能力でブロック負荷にして2点パンチします。盲信者2体目、対応しづらくてめんどくさいです。場に出た時点でアド取ってるのが強い。強心的戦闘車とショックで2体除去します。もったいない感じもしますけど、他に対応できそうにないかな。盲信者3体目、ライフ減らしてるのが唯一の救いですね。剣羅2体目召喚、2体パンチでさらに攻めます。渇望の時で1体除去して2点回復。能力適用前にマイナス修正受けてパワー下がってたので、ブロックできますね。あのインスタント強いです。速攻デッキにとっては悪夢のようなカード。貪欲なチパカブラでもう1体も除去されました。盲信者で1点パンチ。ソンコンマ同士と、強心的戦闘車を召喚。一旦エンドします。プッシュでソンコン除去。綺麗に裁かれてますね。排斥をサイクリング。もう一枚あるのかな。2体パンチはスルーします。もらって残り16。ボーマットの球種を召喚。2体で殴ります。通って相手13。イフニルの視界サクって休止除去。さらに2体パンチ。もらってこちらも13。土地引けないと動けないです。とりあえずゴブリン殴って1点。死の剣にリリアナ召喚。プラスでゾンビ生成。そろそろ危ういですよ。土地ください。2体パンチで3点。ゾンビを除去ってブロッカーをなくします。相手のはもらって残り10。なんとか引けました。早速置いて、アン一門の壊し屋。リリアナ無視して両方本体通って残り8。ゾンビ増えました。
相手殴り続けますね。もらってこちらは7。壊し屋2体目召喚。1体は特例起動します。奥義は7で起動ですね。ゾンビ以外を破壊。ひとまずここで本体に7点入れて、返しで土地引けたらチャンドラでとどめというプランで。ゴブリンは殴らない方が良かったかもしれませんね。1点も2点も変わらないし。残骸の漂着で3体追放。土地に変わります。さすがに無理そうなので投了します。さて、サイドです。盲信者に弱いのでいちいち軍団アウト。向こう水を入れて、ファクトなさそうだからサクハクアウト。基盤の揺るぎを2枚投入。ピアナラーも入れて、チャンドラとブリンガーも追加。ケンラもタフ1だけどどうしましょうかね。霊気剣の収集艇も入れときます。ケンラはそのままで、これで2本目いきましょう。負け戦もらいます。7枚キープします。相手はあんまりガン。まずは尊魂召喚から。相手沼を置いてインド。とりあえず尊魂で殴る。戦闘後カーリゼブ召喚。プッシュで除去されました。再起ある霊気対召喚。稲妻の一撃で除去します。尊魂で2点与えてインドです。相手土地を置いてインド。まずは攻撃から。1点パンチ。通って相手15。カーリゼブ2回目。渇望の時を尊魂対象。ショックないのでそのままやられます。さらにプッシュでゼブも破壊。相手土地を置いてインド。剣羅で攻めに行きます。速攻2点パンチ。通って相手14。相手ドロー号。山を置いて、まずは剣羅でパンチ。通って12。戦闘後チャンドラ召喚。トップめくりで本体2点。ブリンガーもったいない。排斥でチャンドラ追放されます。相手土地を置いてゴー。ひとまずケンラアタック。通って相手8。ピアナラー召喚。ドクター出してインドです。マガーンの応殺者、ボーナ。
とまずフルアタック。ナラーをブロック。そのまま解決。一撃でボーナに追加3点。2マナ余ってるし、ナラーでパンプしとくべきでしたね。霊気対召喚。熱烈の神ハズレトを出しておいて。ソプターでパンチ。通って相手8。宝物の地図設置。そのまま相手インド。一撃で霊気対除去って2体パンチします。壊し屋だと漂着が怖いかな。2体で3点パンチ。通って相手5。エンドに地図戦術。アップキープも戦術。土地セットしてそのままエンドですね。山置いて。2体で殴ります。残骸の漂着で追放されます。山を2枚サーチ。構えてエンドします。アップキープで地図戦術して変身。戦術はボトムですね。霊気対召喚。エンドにハズレと捨てて本体2点。壊し屋召喚。ここで相手投了。さて、サイドです。基盤の揺るぎ外します。タフ1号新車しか見てないし、代わりに霊気対対策で索白でも入れときます。これで3本目行きましょう。後手、土地1枚はマリガンで、ワンマリガンでキープします。壊し屋欲しいからトップに置いときます。相手はマリガンなし。ファスト置いてインド。山置いて、ソンコン出してインドです。飛んでこなかったからプッシュはないかな。地図設置してこちらのターン。日焼け砂漠で本体1点。テンポ考えて一撃撃っちゃいます。霊気体あったら2ターン目出すだろうし、持ってないのか黒マナないのか、ソンコンで追加2点与えてインド。アップキープ戦術起動。そのままエンド、相手スクリューしてますね。日焼けで1点。ピアナラー召喚。ソンコンで1点殴って。相手のポリ12。アップキープ戦術。土地セット。霊気対召喚。砂漠置いて。壊し屋を召喚。召喚前に合ってるか悩んでますね。赤マナもう一個あったら、一撃除去とナラーパンプもありましたけど。やっぱ召喚で、特例して7点通します。相手のポリオン。戦
戦術からの変身。レイキ対パンチ。2点ドレインされます。戦闘入って、漂着がどうしてもちらつきますね。遠慮気味に2体パンチ。渇望の時でなら除去、こういうのあるから、フルパンでよかったのかな。回復されて相手残り8。1点倒して相手7。損魂を追加してエンドです。土地タップイン。レイキ対パンチ。2点ドレインされます。レイキ対2体目。なんかじわじわ返されてきました。チャンドラ、ブリンガーとあるし、むしろ土地に変えてもらった方がいいんじゃなかろうか。とりあえず壊し屋は特例で殴って、フルアタックしちゃいましょう。レイキ対オブロック不可に。残骸の漂着で4体追放。山4枚サーチします。レイキ対を1体一撃で除去。これでエンドします。レイキ対で2点ドレイン。ボーナ召喚。栄光をもたらすもの召喚。特例パンチ。ボーナを焼きます。やっぱブリンガーは強いですね。通って相手残り7。宝物サクッてドロー。シパカブラ召喚。ブリンガー除去されます。レイキ対でドレイン。こちら12、相手9。エンド前にショックでチパカブラ除去。チャンドラ召喚して。マイナス軌道でレイキ対を焼きます。そして引いてきた壊し屋召喚。速攻3点パンチ。通って相手6。砂漠軌道で壊し屋除去。土地を追加。まずはチャンドラ軌道。トップからカーリ召喚。壊し屋2号を出して。速攻3点パンチ。相手残り3。
ここで相手投了です。対戦ありがとうございました。はい、いかがでしたでしょうか。競技リーグ回して3位でした。内訳は、グリクシスミッドレンジ2例、スールタイマキツキヘビ1に、白黒ミッドレンジ2、1、黒タンアグロレイ2、丸武器隊2、1、です。前使ったのが、フェロキドン入る前だったので、どれくらい違うのかわかりませんが、普通に強いデッキでした。フェロキドンはわかりませんけど、ラムナプなくなったのは大きいのかな。ティア1で赤アグロい続ける場合って、呪文みたいな土地がある場合か、極端に土地削っても回るぐらい軽い場合、要するに後半息切れしない工夫が必要です。そのために白赤にして、弾力の道入れる方もあるみたいですね。道は2マナだけど、2ターン目に置くものでもないですし、4ターン目ぐらいに白1出れば良いなら、白い土地9枚で足りるでしょう。砂漠を平地に変えて白赤ファスト4枚積めば、色マナは大丈夫そうかな。損魂と合わせて、マイナスカウンターばらまくとか面白そうですね。といったところで今回はこの辺で。また次回。ご視聴ありがとうございました。